はい、おはようございます。おはようございます。今日はですね、はい、読者、視聴者アンケートをやるというコーナーなんですけれども、その前に、じゅんちゃん日焼け対策について語る、そんな動画になっております。はい、じゅんちゃんが日焼け対策で、普段気をつけていることを皆さんにお伝えするというコーナーです。します。はい、ラウンド前は対策してるんですか。は、まあ、意外に日焼け止めです。私の場合日焼け止めを塗る。メーカーは特にこだわってないんですけど、今これを使ってます。ラウンド前に塗るのと、ラウンド中も昼、いや昼とかじゃないです、3ホール前ごとにぐらいに。え、そうなんですか。塗ってます。うん、誰かが打ってる間に塗ってます。ずっとこれ日焼けするとやっぱり肌が荒れるとか黒くなるのが嫌だと、どっちが嫌ですか。どっちも黒くなるのが嫌です。あ、そっちですね。うん、まあ、肌も荒れるんですけど、まあ、結構前に気にしないで日焼けして、そしたらなんか私服が似合わなくなっちゃってなんか少年みたいなその時 OL だったんで、少年みたいな感じになっちゃって、恥ずかしくなっちゃって、オフィス行ってっていうのがあって、それから気をつけるようにしました。チート型の日焼け止めも塗って拭くんですか。塗って、あとまあなんか気分によってはなんかこれを使うかなとか、あとはスプレータイプとか塗って拭いて拭くんですか。うん、そう、これもシューってもうずっとやってるあ、そうなんですか。そう、あ、結構本気なんですね。結構本気です。これ効くんですか。効きます。これ私を見てくれと、今の私を見てくれと、これはキープできてますっていう感じ。キープできてます。なんか結構白いよねって言われます、ゴルフ行ってる割には。え、塗りすぎ拭きすぎの弊害とかないんですか。まあラウンド後は結構洗うの大変です。水をすごく弾きますね。ああとかなんかすごい汚くなる。ああ、ついちゃうからね。ついちゃう、服とかね。うん、でそれで土とか飛んで、足とかも結構なんか日焼けなのか汚れなのか分かんない時があるんで、体とかも全部あのメイク落としとかでこう落とさないと落ちないです。そっか、こっちもやんないといけないですね。足とか。あとはすごい暑い日とかはもう、インナー着たり、ストッキング履いたりとか、こっそりしてます。日焼け止めのものは。はい。あとはラウンド中はずっと傘。それもやってるんですか。やってます。もう打ったらずっとこれ。これ何、マイ傘？これマイ傘ね。でか、イオミック傘。そう、これはね、すごい軽いんですよね。これ何なんですか。これ何ですか。これは風が抜けるんですよ。だから、わーって吹いても、あー、折れないとか。折れないし、飛んでいかないです。抜けてくれるんです。すげえ、ヨミック気が入ってる。そう、でも結構古いんで汚いから、はい、ちょっと新しいやつ欲しいなって感じ。あ、結構本気なんですね。はい、もうずっとこれ刺してます。でも夏は暑いから、これ刺してるだけで本当涼しいんですよ。それも日傘になる。日傘になります。全然違います。熱中症対策でもあります。ラウンド中はそんな感じでやってると、はい、ラウンド後は、ラウンド後はとりあえず落とす。落とす、はい、パックとかしますね。帰りの車でパックしたまま運転してるとかそれはやったことないですね。家帰ってですね、うんうん、家帰ってからパックしてこうしっとりさせる。ヒリヒリしちゃいますからね。あ、しますね。しますね。これもらってきたんですよ。これをあげますっていう。すごい、うん、これ、これはでもね、舐める日焼け止め。え、入ってますか。入ってますよ。これで、これでそれなんですよ。じゃあこれ結構気になる。気になります。ですよね。これっすよ。赤い。赤い。何これ。フィルムでしょ。フィルム。これを。あ、いい香り。味がする。いい香りしますね。ブルーベリー。そうね。ブルーベリーみたいな。すごい。キヨカフィルム製薬株式会社が作ってる。オブラートとか作ってるのかな。うんうんうん。あ、で、これだからすぐに吸収されるっていう。うんうん。で、これあげます。ありがとうございます。うん、1ラウンド分出してます、1枚。じゃあいいですね。うん、1日1枚。うん、で、これをあのプレゼントしますので、皆さんの日焼け対策をコメント欄と概要欄に書いてあるので、でそれ見て、面白日焼け止め対策をちょっと調べてきて、聞きたい、うん、発表したいと思っております。今いっぱいなんかそういうのありますからね。ある。日焼け対策。もう1ヶ月でも黒くなってきたもん、ね、顔が。はい、以上です。皆さん、はい、
待ってます。待ってます。はい。